俺以上に恐ろしいやつだと思う。僕のあの家でもう俺こうやもん。テレビ見ながら。いやーでもこれ久しぶりのショベル迫力あるわ。エボと全然ちゃうわ。もうこのまま一人でどっかバー行って、まあ雨降ったらな、雨降る前に帰ってこなあかんしな。それが難儀やな。しゃあないね。天候ばっかりは仕方ありません。今日もなんかちょっと怪しい感じ。空模様が。ちょっといや怪しくない。多分晴れると思うんですけどね。ちょっと曇ってますけど晴れると思います。川遊びしたいな俺。お、芋掘りもやってんだなこの辺。ええんちゃう？子供連れて、ね、家族連れの人たちが。匂いしてるやんこれ。すっごいな。ええな。これも食いたいわ BBQ。 楽しいやろな。川つかりながらね、川つかりながらバーベキューして。山やから涼しいしね。ええなあ。うん、今日トラストやってるやん。トラスト。やっぱ、あ、そうか、休みの日がもう結構忙しいことだな。そういや、今日バイク多いよ、やっぱり。毎年ここ通るたびに思うねんけど、めちゃ涼しいねここ。ほんまめっちゃ涼しい。
牛や、牛、牛。牛おる。牛いてる。何牛やろ。これ何牛やろ。亀岡牛か。いやあ、あのね、牛がいるんですけど、あんまりね、牛にさ、刺激を与えてもあかんし、よそんちの牛にね、あんまりね、むやみやたらに近づかん方がいいと思うんですけど、ちょっと遠目からね、見てみようかなと思って。牛を。どんなのかな。これ以上入ったら怒られるでしょ、さすがにね。いや、大きいね。おい。大きいでしょ、あれ、結構。うわぁ。めちゃめちゃ大きいやん。見てる見てる。おーい。おーい。おーい。めっちゃでっかい。いやーめっちゃでっかいな、この蕎麦らしいね、蕎麦。蕎麦食えるらしいね。今いらんけど。これ右上行ったらどないなんだろう。どないなんやろ。知らんけど。エンブレ全開、エンブレ全開。すめ。しかし、おしっこしたい。やばい。しょんべんしたい。ちょっと待って、これ、まっすぐ行ったら何やったっけな。まっすぐ行った方が良かったかな。知らんけど。なんか今カフェの看板があったな。どういうことやねん。この辺にあるってことか。カフェの看板があったやろうな。静かいたよな。なんか込み入ったとこ。これじゃないやろ。そんなもん入れるか。無理やわな。なんやろ。行ってみたい気もするな。これ左行くって張り込んだとこらへんかな。そうでもなさそうやな。どこやったよ。なんかちょっと俺看板探すわ。要注意。ちょっと待て。今俺カフェの看板発見。慌てて U ターン。ここなんですよ、これ。カフェ。
なんて書いてるの。さあ、なんやら、なぜこっちって書いてあんねん。え、もしかしてこれ俺前行ったことあんのかな。前行ったことあるかな。俺行ったことあるかもわからんな。さすがやな、すんがさん。これね、これ左。あ、俺これあ、行ったな、俺な。知ってるし、どうしよう。知ってるな。やっぱちょっとやめとくわ、俺知ってるから。まあまあ、知らんとこ行きたいよ。いや、ちょっと引き返すわ、俺。なぜなら、猛烈にしんべんしたい。いつものあのビニコンに酔って。運転したい言うてのに、俺こういうとこついつい寄るやろ。寄ってまうんじゃね、ついつい。なんやろ思て。雰囲気あるじゃないですか、ここ。雰囲気あるでしょうよ。おしっこも止まったわ。いや、したい。コンビニまでもうちょっとあんのかなって。いいところじゃないですか。
緒に走ってるふりする俺は俺一人ハーレーつねー俺ケツ押しさせていただきますああ俺今日めっちゃ多いわやっぱ休みやから多いっすわバイクお盆だというのにガラガラでもバイクは走っているバイクは多いのんびり行ってるねのんびり行ってるねごめんよごめんよ